サミューズプレゼンツ浦前吉田の崖っぱち。この番組は私吉田とパチンコライターの方が実践前に引くくじで決められた軍資金の中でプラス収支を目指して立ち回るガチンコ実践番組です。頼りになるパチンコライターこの方。はい、パチンコ非常防の平山です。よろしくお願いします。お願いします。そして皆さん明けましておめでとうございます。2019年一発目の放送、今年も崖っぱちをよろしくお願いいたします。そして今回は素敵なキャンペーンのお知らせがあります。平山お願いします。はい、こちらパチンコ AKB483 ほこりの丘導入記念として、なんと16種類をセットにした推しメン300円クオカードコンプリートセットを3名様にプレゼントします。はい、応募方法はたぬきちツイッターをフォローしてプレゼント企画ツイートにキーワードを書いてリツイートするだけ。キーワードは番組の後半で発表します。当選者には DM でご連絡しますので相互フォローをお願いします。応募期間は1月7日の月曜日から13日の日曜日まで、皆様のご応募お待ちしております。ね、これはなんかプレミアが出そうな、かなりレアです、はい。ぜひ応募してください。そしてこの番組では毎回ガチで生活に困っている崖っぱちゲスト呼んでいます。今回のゲストこの方です。どうも、明けましておめでとうございます。バットボーイズ佐田です。よろしくお願いします。お願いします。伝説の男デメキンことバットボーイズ佐田が2回目の登場、よろしく。佐田はもう、はい、2回目ぐらいですか。2回目でございますね。はい、なんか年末に、はい、相方の方が、うん、お邪魔したみたいで、京都が、はい、聞いておりますよ。お、何も、怒らず、はい、何も喋らず、はい、ジュースだけ飲んで帰ったと。そうです、そうです、そうです。いや、何もね、怒らずは仕方ないです。そうや、何も喋らずは違うやろと。いや、ほんまそうや。崖っぱちも長いことやってるけど一番喋らんかったすいません、本当にね、一番喋らず、一番紅茶飲んだ。まあ、ある意味ね、ちょっとレアな。すごいですけどもね。この間ね、うん、僕植物が好きで、はい、前も話したと思うんですけど、マダガスカルのね、植物を買ってるんですよ。ああ、で、今度めちゃくちゃ珍しいね、マダガスカルから輸入されてきた、ああ、パキポディウムアンボンゲンセっていうやつがいるんですけど、覚えてんな、それ。ね、ああ、そのパキポディウムアンボンゲンセを1ヶ月前に俺10万で買ったんですよ。で、その根っこが生えてないんですよ。だから根っこ生えなかったら死ぬんですよ。でも俺はそのパキポディウムアンボンゲンセは、すぐ根っこ出るからって店員さんに言われて、いや、そんな希少な植物俺はもう10万で買ったんですよ。ほいだらそれが腐りかけとんすよ。崖っぱちっすよ。根っこは根っこ、根っこがなんか抜いてみたんですよ。だからこの時期あんま良くないですけど、ちょっと調子悪いから株が、ちょっとこれ、ちょっと腐りかけとんじゃないかと思って抜いてみたら根っこも生えてないし、ちょっと白カビみたいになってて、いや、これもう終わってまうやろ、これ10万と思って今ちょっと乾燥させてるんですけどね。すごいな、お前ぐらいやろ多分、木の株で負けてんの。株で負けてるね、いいね、木の株で負けてますから。いや、ほんとその10万はね、もう死んでもうたら大変なことになりますから、勝ちのオーラ持って帰ってください。勝ちのオーラ持って帰りたいなと思っております、さあ、そして、はい、軍資金の限度額くじで決めたいと思います。はい、男性の方だ。はい、どういった方。はい、私、アミュージワテの店長の知念と申します。店長ですか。そうです。わあ、すごい、この華奢な体でね。そうですね、いろいろと支えておられるんですけども、はい、知念さんというとお坊さんとか。よく言われるんだけど全く関係ないですね。あ、そうですね、お坊さんは陳年です。陳年沖縄に多い名前ですね。そうですね、両親が沖縄に行ったんで。あ、陳年さん、そうか、陳年里奈さん、そうです、今日は陳年里奈さんが来てくださったということで、どう考えてるの、里奈さん要素ないです。アニーズ岩手店は、2017年4月28日グランドオープン、パチンコスロット1033台設置の地域最大級のホールです。皆さんぜひお越しくださいませ。うん、お願いします。はい、来年、2周年を迎えますので。あ、そうか、2周年か。はい、皆さんのご期待に応えられるように、努力していきたいと思っております。4月下旬あたり。はい、ちょっと暑いかもみたいなことですね。はい、覚えていただければと思います。はい、さあさあ、はい、じゃあ行きましょう。いや、これちょっと3万と何があるんですか。3万、2万、4万、フリー。フリーがいいな。うん、はい、フリー狙いで。お、こちら、あー、3万円。わー、3万。まあまあ、まあまあ、でも、うん、まあ、ロケの可能性がちょっとあります、はい、ちょっとある。嫌やな、ジュースだけは。さあ、行きます。はい、うわー、3万。うわー、一緒。あ、ってことは、でもない、残り物もうないかもしれない。
全員3万。おい3-3-3。じゃあちょっと誰かロケの可能性があります。はい、地域最大級信頼いっぱい元気いっぱいアミューズ岩手店さんで前半開始だよ。さあ新年一発目やる台は当然信頼 AKB、 2期 B 的にはやっぱり AKB をやらないとダメ。今回は AKB ということで、私 AKB とは8年半番組やっておりましたんで、しかも MC をやっておりました。こいつらに負けるわけにはいきません。今日は絶対にダッシュやりますよ。継続率が 65% のループタイプになるんですけれども、通常時普通の右打ち、ブースターアタッカーモード中っていう3つの振り分けになります。通常時にも普通の右打ち中にも 30% ブースターアタッカーモードに入る振り分けがあります。まずは今この 30% を頑張って目指していきたいなって思います。ね、吉田さんの推しメンは共演しているサッシー。まあ、いきなり一応緑保留ではあるけど、もう紫、あ、そうそう、押しながら揺れるのがいい。上から3番目ぐらいの保留やよね、紫って。さあネクストリーチにならないと、いいぞ。ちょっと熱いんじゃないですか。熱いと思う。ちょっと熱いよ、いきなり。やばい。ちょ、マジで新春一発目。熱い。はあ、さあ新春一発目初リーチがいきなり、ちょっと熱そう。でも星の数が劇的に不足してた。さらに発展すれば期待できるよ。さあ頼むぞ。いやー熱い、あちちあちち。新春初リーチで仕留めるのか。うわちょっと早すぎまして。いいいい、心のプラカード、ちょっと星の数が気になるのよ。であと軍とかゼブ系がない、そこがちょっと不安やけども。あー緑カットイン、新春初イナズマ。2019年一発目の稲妻、全てこの柔らかいのに吸収されました。ついに稲妻が完全攻略された気がする。この素材で柔らかいねで、稲妻が完全にもう通らへんようにされてる。ちょっと AKB やるときは稲妻封印かな。後ろから P フラッシュの音がしてるな。めっちゃ裏からいい音がしてるな。キュインキュインキュインの。AK ビンゴで一緒だったサタの推しメンはマユユ。おおい、おお、来たよ。おお、よし。おもっと来い。なんかそら4大超烈ポイントというのがあって、まあ、1つは出てほしいかなっていう感じです。平山は同じ九州出身サッシー推し、吉田さんと被ってる。これが今トラフィーデ2段階なんですけど、アイヌ語バージョン
後半に発展。いい歳して何言ってんの。あーくそうわまだしゃこれ来たっしょ、これ来たやろ。さあ熱い、あーパンチして欲しかった。パンチせパンチせパンチせよロック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 ゴー。赤まで来たら面白いやろ。もう一声もう一声当たった。早い。あれで当たんねや。なんでね大島優子出てきたらこうやろ。プニプニボタン。新年最初の大当たりは吉田さん。今年は何かが違う？ ST スこれ何やろ。スペースローリング右打ち。うわいいな、はい、いいな。ラウンド終了後、押し面を再度選択。まあまあ、サッシーでいいよね。100回終わった後、確変やったかどうかが分かるってやつか。来い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 、来てくれ来てくれ。おお来る超絶。何これ、めっちゃワクワクさせられるやん。何これ、超絶来る、超絶来てくれ。あら、ちょっと超絶来たよ。あ、なにこれ、絶対熱いやん。手ぶら出たー、プレミア。プレミア来ました。プレミアじゃない、プレミアじゃない、じゃない、まだわからん。熱いっすよね。熱い、めちゃくちゃ熱い。さあ、俺も熱いよ。よっしゃ当たりました。はい、さあ、いい展開です。何やだった新春早々。サッシーは優しいのがいいよね。やったー、ヒヒヒヒヒ。こんなやつばっかり来る。やったー、こっちの運気がこっちに来ました。ありがとうございます。嬉しい。吉田さんの運気を吸い取って大当たり。じゃあ吸い取られた吉田さんは。シャッターが開けば確変濃厚。開かないと終わっちゃうよ。まあ難しいでしょう。とてもとても覇気がなかった。さあ2019年一発目終わったり、いきなり 35% の方は外れの確率の方を引いてしまいました。今年もそんな感じなんですか。やっぱ総監督を推し面にしましたよ私は。
サタは確変に入ってるのかな。みんな当たってんのかな。当たってないのは平山だけだよ。吉田さんは多分当たってないと思いますけど。予想に反して大当たり一番乗りだよ。早い早い。吉田さん当たってるらしいです。失礼なこと言っちゃった。もっと私を見てくださいね。でもやっぱ単発だって。平山も早く大当たりさせてくれよ。でもやっぱりね、あの吉田さんには出してほしいんですよ。たまにはなんかこうご機嫌な吉田さん見たいじゃないですか。いつも怒ってばっかりだから。その頃吉田さんはすごいな、さやねえのスタイル完璧やろね、あの子。銃にどけよ、おい。うわ、12の時に、そう。嘘、頼む。あと2回、やばい、やばい。あー、ラスト、終わった。いや、これが大事や、ここが勝負。ここ勝負。ああ。シャッターが開けば確変濃厚。確変すいません、さん。普通は来ましたわ。普通はそうなることが多いよな。 65% やねんから。耐えた耐えた。七つ柄でリーチ7。よし、ありがとうございます。ブーストアタッカーモードに入ったサタ、ここから大爆発させられるか。
同じくブーストアタッカーモード中のサタ。あれ、シャッターが閉まってきた。いい、あー、ブーストアタッカーモードは終わっちゃったけど、まだ確変の可能性は残ってるよ。どういうこと？2ラウンドあたりしたってこと？2ラウンドあたりで多分また2ラウンド、はい、あー、2ラウンドあたりしたら戻るんか。そういうことですね。前半終わりました、はい、平山どんな感じですか。はい、じゃあ投資1万円で、うん、ブースターアタッカーモードにいきなりマジで入って2連したんですけど、今終わってしまいました。あ、2連ででも5000発以上は。ああ、まあそれがね魅力の大ですけど、はい、すごいね、サタが。はい、僕も投資7000円で4連して、うん、今ちょっと格変か時短かっていう、あ、勝負の時ですね、はい。でもあれやね、こう当たる前はね、うん、もううるさいぐらいやったんですよ、サタこういう熱いの来いとか、なんかもうそんなに盛り上がらんでとかで盛り上がってうるさかったぐらいやねんけど、当たった途端なんかこう真面目というか、いや、ちょっとあの分からないことが多すぎて、俺どうしたらいいんやろっていう、ちょっと必死になっちゃいましたね。こう不良が初めて夢中になれるものを見つけたみたいな。就職しようんでこいつ。構成の。まあね、理解しようと必死でやってますけども。いや、よかったですよ。吉田さんは。俺は大当たり1回、35% のアカン方引きまして、まあ今はもう沈黙というか、今俺だけが持ち玉なしかな。そうやねんね、65% と 35% やったらまあこうなんねんやろうけど、はい、うん、俺の場合 35% と 65% がいつも逆やよね。初査定早かったっすけどね。いつも逆、 35% の方ばっか 65% で取る。 65% の方を 35% でしか取らん。じゃあ次回はね、こう査定がどれぐらい伸びるかっていうところもあります、はい、そして冒頭でもお伝えしましたが、パチンコ AKB48-3 誇りの丘導入記念推しメンクオカードプレゼント、こちらのキーワードも発表します。平山お願いします。はい、キーワードはプニプニボタンです。あ、プニプニボタン、はい、
がキーワードです、はい、皆様のご応募お待ちしています、はい、それではまた来週さよなら、 さよなら。 YouTube 協力チャンネル内のコメント欄に寄せられた皆様からのお便りをご紹介します。小吉者さんからいただきました。パチンコ番組でこれだけ長くこれだけ皆に愛されている番組は正直崖っぷちだけだと思います。本当に毎週月曜日が楽しみでしょうがないです。これからも頑張ってください。嬉しいな。そうですね、嬉しい。すごいね自作自演みたいなメールが来ましたけども、これもほんまに来てるやつですもんね。どうですか、あの見てますこの番組。自分じゃない時は結構見てる。あ、逆に自分が出てるのあんまり見たくないから。それなんで。なんかちょっと気持ち悪い。あ、ちょっとなんか恥ずかしさみたいなのもあるのか。恥ずかしいし、なんか顔がちょっと気持ち悪い。いや、それにしたら出過ぎやろ、いろいろ。そう、どんだけ出てんねん。これはあのよく言っていただきますね。ほんまにタクシー乗ってたら、タクシーでめちゃくちゃ言われる。逆にもう地上波の番組よりこれ言われますよ。意外。そうそう。で、僕もこれ見てるんですよ、ケッパチは。で、どういう時に見てるかって言ったら、はい、歯磨いたり顔洗ったりしてる時にスマホでここで流してる。めちゃくちゃちょうどいい。あ、そうですね、30分だし。そう、30分やしスマホで見れるし、で、こう電動歯ブラシの音が多少大きくてもこうなんか血出たりとか。あー、そうですね。どんな状況かっていうの分かるし、ちょっとぐらいなんか見逃してもええし確かに。そういう風にね、使っていただけたらなと思います。皆様、たくさんの投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するので、じゃんじゃん投稿してください。お待ちしてます。占い吉田の崖っぷちは YouTube 協力チャンネルにて毎週月曜更新、絶賛放送中。今すぐチャンネル登録しないなんて、いくぜ、どうかしてるぜ。後半どうなる。キツー、超絶までキツー。私このプニプニボタンがビグダにしか見えなくて。変わらんのかい。今日ライブゾーン、あちちあちち、これで来なかったら今日終わり。なんでフルマラソン出んねん。登録ニュース。つながる、話せる、楽しめるパチンコパチロ SNS たぬきちともの会。たぬきちともの会では実践結果やオフ会、パチンコツアーなどパチンコパチロに関する話題が盛りだくさん。さらに協力しだかい情報やここでしか話せないマル秘情報もあるかも。協力スタッフも一緒に参加してます。全国のパチンコパチスロ好きの仲間たちと交流の輪を広げて、みんなで一緒に盛り上がろう。